女優の倉科カナが、フジテレビ系オムニバスドラマ、世にも奇妙な物語クオート18春の特別編。12日21時から23時10分まで、で主演を務めることが1日、明らかになった。世にも奇妙な物語クオート18春の特別編、で主演する倉科カナフジテレビ提供。倉科が主演するのは、僕の生きる道、シリーズや、フリーター家を買う。などを手掛けてきた脚本家、橋部敦子氏によるヒューマンドラマ、少年。倉科演じる OL、岡林遥香は、とある交通事故を目撃するが、その被害者であ、不不気味な少年との出会いによって奇跡のような出来事が巻き起こる。世にも奇妙な物語、で倉科が主演を務めるのは、愛席の恋人、2012秋の特別編、以来2回目。前作では大先輩の宇津井健さんとご一緒させていただいて、とても、緊張し、お芝居も毎日反省し、落ち込んでいたのを覚えています。そんな中、宇津井さんの温かくくるみ込んでくださるような人柄と重厚なお芝居にとても助けていただきました。本当に宇津井さんとの思い出のいっぱい詰まった作品です。再度、世にも奇妙な物語に出演するにあたって、当然宇津井さんはいない、一人で立っているんだと少し切なくなりました。また、愛席の恋人がとても素敵な作品でプレッシャーはありますが、プレッシャーに負けず、丁寧に紡いでいけたらと思っています、と意気込みを語る。今作については、誰しも経験すること、苦しいけど乗り越えなければいけないこと、でも自分ではその一歩が進めない、が書かれており、きっと見てくださる方も少し心が軽くなる作品になるんじゃないかなと、そのためには言葉だけではない、情感に溢れた思いを、しっかり、そして大切にしたいと思いました、と言い、きっと見てくださった方々の心が少し軽くなるような、そして愛しい人の存在を改めて、大切にしたいと思える、そんな心のある、とっても素敵なヒューマンドラマになっております、とアピールした。フジテレビ編成部の稲葉直人氏は、橋部敦子さんの繊細な筆致で紡がれた本作の主人公は、しょってきた人生を、清涼感を称えながらも深く表現できる女優さんでなければなりませんでした。それを倉科カナさんに演じていただくことが叶い、今から完成が楽しみでなりません、と期待を語っている。世にも奇妙な物語クオート18春の特別編は他にも、三浦春馬主演のヒューマン SF 作品、明日へのワープ、乃木坂46、白石麻衣主演のホラーサスペンス、フォロワーが放送される。C、フジテレビ、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。